畑でこんな雷でも撃たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか、毒や精霊術と用い、これが鋭の兵がお前を追う。
それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。私を助けたの。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃ。何？以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていない。何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああ、そうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの？鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。そう。今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。締めていくわよ。生き延びたようだな。逃げたと聞いて待っていたが、鉄仮面と一緒とお互い。まだあんたの仲間はこの先に。殺しても構わん。突撃！
感じない体で助かった。痛みがない？おい、そうなのか。動かないで。これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣とそれを癒す治癒の術。痛みを感じない男と触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力。